家族で記者会見しました。市川團十郎白猿。いつも私の動画をご覧いただき心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて一本一本歌舞伎に関わる方の動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2月10日自身のブログを更新。市川團十郎、牡丹、新之助、成田屋親子、伝承への道、記者会見の裏側について綴った。團十郎さんは、霊下は直接会場へと題して、霊下の上着持って向かいます、しかし今日は寒いと雨、お仕事なかったら家から出ないなぁと感じました。行ってきます、楽しみです。さらに團十郎さんは、間に合いましたと題して、レカお帰りなさい、間に合ってよかった、行ってきますと記者会見前に楽屋で家族が準備をする模様を写真にて公開されています。レカちゃんがカンカンの機械を手伝ってますね。可愛いですね。さらに團十郎さんは、こういう感じに見てと題して記者会見の模様の写真を公開した。この投稿にファンの方からは、おはようございます、麗華ちゃん、ハードだけど間に合ってよかったね、すっかりお姉さんのリトル真央さん、頼もしいですね、素敵なお写真たくさんで嬉しいです、会見お疲れ様でした、伝承への道楽しみにしております、市川新之助、多くの報道陣の前で見栄を切る、團十郎、牡丹も恥ずかしがる姿に笑顔、パパ様グレーのスーツ素敵、お似合いですね、明日は麗華ちゃんと勸玄君と久しぶりの水入らずのご休日楽しまれてくださいねと、多くの温かいコメントが寄せられていました。本当この麗華ちゃんがですね、カンカンに対して本当微笑ましい写真ですね。家族で記者会見感謝ですね。市川團十郎白猿。